まして来賓挨拶。本日公務ご多忙の中、福岡市高島市長にやられております。高島市長、お願いいたします。はい、ご挨拶をさせていただきます。今笠に向けて、武田会長をはじめ振興会の皆さん、そして、たくさんのご参加の皆さんには、日々大変ご尽力をされていることに敬意を表したいと存じます。また先日は、武田会長を団長とする形で宣伝隊ということで市内、それから、岡山とか松江にも行かれ、また出雲大社にも成功の祈願に行かれたというふうにお伺いをしております。まもなく始まるわけでございますが、福岡市としても県警とともに安全安心な山のためにしっかりとサポートをさせていただきたいと思います。15日の大山に向けて、皆様方におかれましてはお体に十分お気をつけていただいて、安全無事に、奉納されることを記念いたしまして挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。よーごちそうさまでした。